岩手県花巻市東和町。大正から昭和初期にかけて活躍した画家よろず鉄五郎、その作品や人柄を検証しようと建てられた美術館があります。よろず鉄五郎記念美術館です。館内では油彩画、水墨画、素描などの作品、そして書簡や写真などよろずに関する資料を展示しています。町民の方がですね、運動を起こして、そして、それに町が呼応して、できまして、最初は東和町立だったんですけど、現在は花巻市立のよろず鉄五郎記念美術館ということですね。よろずは幼少期から独学で水墨画や水彩画を学び、後に現在の東京芸術大学に進学、西洋画を学びます。アカデミックな画風が主流な中、当時日本に紹介され始めたゴッホやマティスといった海外の画家たちの作品に共鳴し、原色を多用した激しい色彩表現を取り入れました。そんなよろずの代表作ともいえるのが、在学中に卒業制作として発表した裸体美人です。今までのいわゆるラフ像とは全く異なる作品ということで、当時としては評価低かったんですけども、約100年ぐらい経ってから国の重要文化財に指定されている作品ですね。そしてよろずの作品はその後も変化を続けます。色彩も多彩からモノクロームへ、多視点による形式のデフォルメも明らかになり、持たれて立つ人などの作品を残しました。西洋の新しい絵画の技法を吸収し、日本洋画界に大きな影響を与えたよろず鉄五郎、その功績を広く伝えるよろず鉄五郎記念美術館です。